にちは、ユニコーンビジネス委員会副委員長の藤田愛希です。本日もインタビュー動画を、ご視聴いただいている全国のメンバーの皆様、本当にありがとうございます。本日は世界一男女をくっつける会社になるをテーマに掲げております、株式会社パラソル代表取締役社長唐笠雄一郎様と執行役員伊藤幸様をお迎えして本日はインタビューをさせていただきます。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず初めになんですけれども、現在取り組まれている事業やビジネスについて教えていただけないでしょうか。はい、じゃあ弊社の、事業内容を説明させていただきます。世界一男女をくっつける会社になるというのがビジョンでして、パラソルという傘なんですけど、あやい傘の中に男女が入っているでくっつけるというのが込められているんですけど、恋愛事業一気通貫でやってきました。で2017年1月に創業しまして、最初のサービスが男性のためのデートコースメディアフォーキーっていうサービスから始まりました。でそこからマッチングアプリメディアマッチアップをローンチして、そこがメイン事業になってくるんですけれども、2018年8月には書籍で出会い2.0というマッチングアプリの本を出版させてもらったりとか、あと結婚相談所も自社でやったりだとかっていうことをやってきまして、で2019年末にキュービックっていうウェブマーケティングの会社のグループにジョインさせていただいて、で2021年1月からは新しく新事業っていう形で一押しを始めさせてもらってます。はい、こんな感じで結構メディアに取り上げてもらうための広報戦略みたいなことを結構やってまして、ちょっと私の写真ばっかり出てほしくないですけど、出川さんの出川のホワイっていうテレ朝さんの番組だとかアメトークのなんか特番みたいな感じなんですけど、とか初耳学とか右下ですね、初耳学3回ぐらい出ます。右下とこれもですね、はいという感じです。で一応うちの強みとしてはやっぱりその SNS とか広報のところで、SNS の総フォロワー数が約3万人、Twitter と YouTube などやってます。あとは本出版したりとか、テレビも大体そのマッチングアプリの事業とかマッチングアプリのニュースとかがあると大体取材をしていただくみたいな感じですね。最近だと新山千春さんの件でいろんなメディアから取材もすぐ来てみたいな感じです。はい、で一応事業としては、メディアと、そういった SNS の広報を全部やってるっていうのと、あと人を知っていうところが結構メインになってます。でメディアのところなんですけれども、マッチアップっていうメディアが超メインメディアになっていて、でマッチングアプリの、情報発信ですね、どういったアプリがあなたには自分には合ってるんだろうとか、マッチングアプリでどうやって異性を探したらいいんだろうとかっていうのを全部解決できるような記事を常に発信してるっていうメディアになります。そうですね、で男女比で言うと6-4ぐらいで、大体アラサー世代の婚活とか意識し始めた人たちが見てるっていうメディアですね。一応ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、実名編集長のマッチングアプリメディアって書いてあるんですけど、私たちがメディアを立ち上げた2017年って、本当マッチングアプリまだ出会い系ってイメージがすごく多くて、マッチングアプリのメディアって一応あったんですけど、みんな匿名とかイラストキャラみたいな感じで出ていて、であんま実名顔出しってなかったんです。なんかやってるのが恥ずかしいみたいなイメージもあったんで、ただ私はちょっとメンタル的にあんまそこ気にしなかったので、それだったら顔出し実名した方がそれだけで差別化になるんじゃないかっていうので始めていったんですけど、やっぱり男性より、その女性が実名で私のアプリやってちゃんといい出会いがありますみたいなことを発信するっていうのはだいぶ強みになって、でそこからテレビ取り上げていただいたりとか本出せたりとかっていう感じで、他の競合メディアとは差別化がだいぶできてきたっていうところがあります。
で、まあ、なんかどんな記事があるのっていうところでさっきもあのちょっとお伝えした、まあ、目的別婚活なのか恋人好きを探したいなのかあのもうちょっとカジュアルにデートしたいなのかみたいな感じ の、うん、あの目的別でマッチングアプリを選べたりとかあとはそれぞれのアプリについて詳しく解説するような記事だったりとかあとはあの、まあ、実名顔出しみたいなところ結構、はい、あの誰が言うかっていうところがやっぱ大事なので、うんまあ、そういった記事を作ったりとかっていうのをしています。で、まあ、派生して今婚活キューピットっていうメディアも、うん、あの成長してきていてちょっと恋愛ブレインの方は、まあ、ちょっとお休み中なんですけど一応男性向けの特化で、うん、あのやってますのでマッチアップであの作ったノウハウというかそれはもう完全に横転ができたりするので、はい、あのマッチアップは総合メディアなんですけど婚活キューピットはちょっと女性に寄せたりとか恋愛ブレインだと男性に寄せたりとかみたいな感じでこうやってどんどんあのマッチアップを軸にいろいろメディアを作れるっていうところは割と強みになってます。そうですね、まあ、あのビジネスモデル的にはあのマッチングアプリの情報収集してるユーザーと、うん、あのマッチングアプリ各社をつなげるっていうところになっていて、まあ、例えばあのどう安全に出会えるんだろうかとか自分におすすめのアプリって何だろうみたいなユーザーに対して記事を配信して、はい、でそれをダウンロードしていただいてで送客したらあの報酬課金あの報酬っていうところでマッチングアプリ各社から、うんお金をいただいてるっていうところですね。まあ、アプリ会社としては自社の会員数増やしたいっていうのもありますし、はい、それと同時に出会い系のイメージ払拭したいみたいなのもあるので、うん、なんで私のところにそのツイッターでこういう内容でつぶやいてほしいとか、まあ、そういった話も結構来るのでそこのお手伝いもしてるっていうところですね、うん、はい。まあ、メディア露出とか SNS っていうところも、うん、あのメディアのマッチアップとかキューピット の、はい、あの記事を配信するだけじゃなくて、うん、あのいろんな軸というかいろんな、うん、あの媒体でマッチングアプリ情報を配信してるっていうところですね。まあ、例えば恋愛婚活ラボっていう、はい、あの未婚男女のマーケティング機関を立ち上げましてでマッチングアプリ会社さんからいただいたデータを分析して、例えばどういった男性がモテる傾向にあるかとか、うん、あのっていうところをあのプレスリリースとして出してテレビ局だったりだとか雑誌社とかにあのリリースを送って、はい、でそこから取材が来たらそのマッチングアプリ会社その名前も入れて、うん、あの私がテレビで喋るみたいなことをやっています。そうですね。であのまあ、SNS でいうと Twitter、ちょっとこれ古い情報なんですけど今だと YouTube が2万人近くで Twitter 2.2 万みたいな感じなんですけど、まあ、あのここでもあの配信しています。まあ、YouTube チャンネルでいうと結構あのいろいろコンサルも最初は入れてあの伸ばしてるっていうところですね。で今はその新規事業で人推しっていうのが主にあの私はメディアやってるんですけどあのやっぱりマッチアップでメディアで伸ばしてたところ で、はい、さらにあの、まあ、チャレンジしてみたいなところで、うん、キュービックグループにジョインさせていただいてからあの作った新規事業になってます。はい、もうこれはちょっと詳しくは別の資料になってくるの で後で、はい、説明します。はい、とか、まあ、ちょっとお花のデリバリーとか、まあ、こういったいろんなちっちゃい事業をいろいろやって結果めちゃめちゃ良さそうだった人を推しを伸ばしてるっていう感じです。まあ、こんな感じで、あのうちのまあノウハウとしては、はい、こうやってモテない男性を結婚までさせたっていうところとかっていう感じで、あのうちのインターン生とか会社あの社員とかも、うん、あの彼女が一回もできたことなかったんだけどうち来ると彼女ができるみたいな感じになって、うん、結構そこの社員の幸せみたいなところもがっつりやってます。はい、で大切にしてる価値観としてはこの5つで、まあ、感謝とリスペクトっていうところは、まあ、あのやっぱり感謝とリスペクトを持って接すれば、まあ、多少厳しいことを言ってもあのきちんとあの悪いことにはならないよねっていうので、はい、まあ、ちゃんとそこは持った上で人と接しようねっていうところはあの言ってますね、いつも。あと自由と責任っていうところでうち本当にめちゃめちゃ自由で勤務時間も勤務場所も全部自由みたいな感じで、あの、まあ、来たい人はオフィス来ていいしあのリモートでも全然 OK だけどちゃんとあの、成果を出そうねっていうところでやってます。あのなんで割とその今沖縄いますとか全然できるっていう社員もいいですね。はい、まあ、美しく稼ぐっていうところで、まあ、やっぱりあの誰かが喜ぶ裏で誰かが不快になるようなサービスっていうところはあのやらないようにしてる。うちでマッチングアプリメディアでいうと、まあ、例えばマッチングアプリの中でもパパ活とか不倫とか、まあ、そういったのは絶対取り扱わないっていうところは結構ここの美しく稼ぐに意識して、作ってます。
まあ、ウェルビーイングはやっぱ自分が幸福状態でいるっていうところが、やっぱ誰かに何かしてあげるとか幸せにしてあげるっていうところにはまずは重要なので、そこの部分は割としっかりやってて、うん、なので、まあ、会社で仕事で成し遂げたいことだけじゃなくて、人生においてどうやったらハッピーになるかみたいなのは、はい、結構そのまま社員とかのワンオンワンで、うん、そこの部分は重点的に話をしてるっていう感じですね。あと人を育てて一流は、まあ、やっぱり人にやれることには限りがあるので、うん、まあ、ちゃんと下を育てて、で自分が持ってるスキルやれることとかを全部下も同じようにやれるようにして、で自分はさらにステップアップして次のフェーズに行くっていうことをひたすらやりましょうっていうところをやってます。ちょっとこの辺はやる気になります。はい、という感じです。ちょっと会社説明は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。まさにですね、先ほど出てたウェルビーイングなんかに関してもですね、我々JC が今まさに取り組んでいる運動だったり、すごく、まあ、関わりがあるんじゃないかなというふうに思いました。でやっぱり、まあ、日本に比べて、まあ、北欧だったりの方が満足度っていうところ、幸福度っていうところもかなり高いかなというふうに思うので、まあ、我々 JC がですね、より良い、まあ、社会を作り上げるっていう、まあ、テーマをやってますので、まあ、ものすごくこういったところに関してはかなり共感させていただきました。ありがとうございます。はい、まあ、本当に今ご説明させて聞いてですね、調べてきたことがありまして、マッチングサイトを総合的に見るとですね、市場規模っていうのは2兆6300億円ぐらいあるっていうふうに書いてあったんですけども、ただその中でもやっぱり課題と言われているところだったりっていうのが、まあ、たくさんあるっていうふうにも書いてあったんですね。まあ、それらを受けてですね、そもそもなぜ、まあ、このようなですね、まあ、ビジネスを立ち上げようと思ったのか、なぜやろうと思ったのかっていうところを、ぜひご自身の原体験とか問題意識というところも含めてですね、教えていただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあそちらのテーマは私から答えさせてください。私自身が、大学生の時まで遡るんですけど、理系の大学だったんですよ。はい、で、それこそ男女の出会いがあんまりなくてないんですけど、まあ、時々ある合コンとか、なんかその人の紹介とかだったりして、で、なんかその女性とどこかご飯に行くっていう機会が、うん、そんな数多くないんですけど、ありましたと。で、その時にやっぱ連れて行くお店によって、なんか付き合えるか付き合えないとかっていう確率が結構違うなと思ってまして、で、それでなんか僕、周りの友達よりかは、なんかそこがちょっと得意で、知り合いとか友達から、例えば自由が丘とか渋谷でこういうことデートするんだったらどこがおすすめですかみたいなのをめちゃめちゃ聞かれた。で、それをなんか自分でこうメモをして残していったんですよ。で、これがまたなんか、1回目外資系の会社に就職したんですけど、そこもほぼほぼ9割ぐらい男性で、そこでもまあ同じような状態が起きて、で、それをまとめ出している時に、それこそここにもちょっと顔出てるんですけど、堀江門こと堀江貴文さんが、まあ、やっていたオンラインサロンに入会させていただいて、で、なんかそこでこう、いろいろな事業部みたいなのあって、それこそ食品事業部とか教育とか、はい、なんかそういうふうなとこに恋愛部っていうのがあって、はい、そこにこうノウハウを書き出したら、はい、ある程度みんなから需要があるんだみたいなのがあって、脱サラして起業したっていう形が、まあ、一旦その恋愛系のジャンルに飛び込んだというか、まあ、異性とどこかの、お店に行くっていう風なところの紹介する、まあ、食べログみたいなところの、はい、そのデート特化版みたいなところでリリースをしましたと。で、まあ、そのタイミングで、それこそペアーズさんとかお見合いさんとか、うん、Tinder さんみたいな、ここら辺でもようやく流行りだしてきた。はい、で、なんかこの前っていうのはその出会い系とか、うん、その危ないみたいなイメージがすごいつきまとっていたのがちょっと変わりつつあったタイミングでして、で、これがなんかその時代が変わる前兆みたいな形で、で、そのタイミングでマッチングアプリの比較メディアっていうのがいいんじゃないかなっていうふうなところでこちらを立ち上げましたと。で、まあ正直言うとこのフォーキーってこのデートコースだけだとやっぱりそのお金を稼ぐっていうのが少し難しかったというか、その
難しかったところもあるので、もう一個収益の柱として何があるんだっけって言って、まあ、シンガポールの比較メディアになったっていうところですね。でそこからまあただメディアを作ってても面白くないので本を出したりとか、はい、じゃあもっとユーザーの負を深めたい、解消したいなっていうので結婚相談所を自分たちでやったりとか、うん、これも IDJ グループに参画させていただいてるんですけど、はい、そこで実際に結婚したユーザーにサービスを提供するとかだったりとかをしていったっていうような形です。ありがとうございます。本当に2017年に、はいまあ、パラソルさんを設立されたと思うんですけども、おっしゃっていただいたようにですね、当時は、まあ、さほどやっぱり注目を浴びていなかったというかですね、はい、なかなか世の中的にというかちょっと、まあ、批判的なところなんかもあったかなと思うんですけども、はい、それでも、まあ、やろうと思ったなんかその思いだったりとか、なんかそのなんかあったんでしょうか。そこのところで言うと、まあ、原体験っていうのはもちろんマッチングアプリでそれこそ異性とこんな簡単に会えるんだっていうところは、ありまして、でそうすると、まあ、絶対これみんな使うだろうな、うん、周りが使いだしたらみんな使いだろうなっていう確信が一つと、先ほどおっしゃってたような多分世界で言うと2兆円ぐらい規模がありまして、うん、で今日本多分1000億円ぐらいなんですけど、はい、この2017年で200億円ぐらいだったんですよ、うん、市場規模があって、まあ、市場規模も絶対伸びるよねっていうのは国内でも出てて、で海外でももう先行してもう結婚している男女の半分は、まあ、アメリカなんですけどマッチングアプリ経由だとっていうのが出てるの、うん、日本もまあ絶対追いついてくるよねっていうところの、はい、まあ、この2つの確信です。まあ、自分が使ってみて異性と出会えるっていうところが1点と、2点はもう世界としてもうアメリカが先行して結果出しているんで日本も来るっていうところを確信して、とりあえず授業やるだけだねみたいな状態になりました。まさにこうビジネスチャンスをご自身で見つけて、まあ、それを、まあ、本当に実行されたっていうところなんかは、はい、まあ、素晴らしいなというふうに思います。本当にありがとうございます。続いてなんですけども、そもそも、まあ、いわゆる事業というのをこう大きくさせようと思って最初から始められたのか、それとも何かこうきっかけがあってこの事業をもうちょっと大きくさせていこう、成長させていこうかなっていうような問題意識っていうのは何かあったんでしょうか。そちらに関して2段階ありまして、はい、最初この立ち上げた時は、うん、事業を大きくするっていうところは分かってたんですけど、はい、市場規模とかそういう何ですかね、いわゆる頭のいい回答っていうよりかは自分がこのサービスを作りたいからもう起業したいエイヤみたいな形だったんですよ。でそれをやった時にただやっぱお金ってやっぱ必要だなと、お金を稼がないとやっぱ事業って継続できないので、はい、まあ、そこのところでこのマッチアップというマッチアップ比較メディアを作りましたと。でこれをやっていくうちにある程度このユーザーさんの何ですかね、男女で出会うっていうところの負は、まあ、サポートできてるかなと思ったんですけど、うん、まあ、これだけじゃ足りないよねっていうのを、まあ、いろいろな、それこそマッチングアプリだったり結婚相談所だったりとか、うん、そのデートコース紹介したりとか、はい、その第三者機関のラボみたいなところやっても1個出てきたんですよ。でそれが人推しっていうところなんですけど、うん、これが結婚相談所とマッチングアプリの間中間みたいなサービスで、ちょっと後でご説明させていただきたい、今の説明そうですね、そうですね、はい、させていただきたいんですけど、うん、まあ、これ今までのサービスだと解決できないところを偶然にも見つけてしまいまして、はい、そしたらもうこれやろうみたいな、で市場規模とかからもやっぱ逆算した時にまだビジネスとして成り立つ余地もあるよねっていうところで人押しを思いつきましたと。でちょっと今伊藤が完全に運営しているので、はい、ちょっと伊藤の方からサービスを説明させてください。はい、一押しの説明させていただきます。マッチングアプリってそもそも何みたいなところなんですけど、うちがそのマッチングアプリのメディアの運営と、まあ、結婚相談所をもともとやってたっていう、はい、この2つから割と出てきたサービスなんで、ちょっとアプリと結婚相談所についてまず説明させていただきたいんですけど、まあ、恋愛と婚活とかデート相手を、まあ、オンラインで探すっていう
アップツールになってます。で、まあ、日本では2023年には1000億円を超えるっていうふうに予測されていて、で2020年の婚姻者数のうち 11% がマッチングアプリを通じて結婚してるっていうふうに出ています。で、一方で結婚相談所なんですけど、独身証明書っていう公的機関が発行する区役所とかに取れるんですけど、証明書の提出とが必須っていうのと、あと仲人がいるっていうのが大きい特徴になっています。で、まあ、婚活サービス、結婚相談所とお見合いパーティー、マッチングアプリ3つ合わせて婚活サービスっていうんですけど、まあ、それ使って結婚する人が 15% 以上の世の中になっていますと。ただまあ障害未婚率は年々上昇中で、まあ、やっぱ結婚するのは難しい世の中になっています。でマッチングアプリ の, 婚活男女に、まあ、やっぱりそのメディアやってて取材をたくさんしてたので、はい、悩みをいろいろ聞いてると、まあ、やっぱ男女でちょっと違うんだけどすごい悩み抱えてると。で女性は、まあ、婚活してるのにその婚活目的じゃないなんか体目的みたいな男性とマッチングして、うん、そっちを好きになっちゃうとか、いきなり会うのは、まあ、怖いからメッセージをたくさんしたいみたいなのがあるんだけど、まあ、男性はそもそもマッチングすらできないしメッセージも全く続かないみたいなところがあって、まあ、女性はちょっといろいろ変な人がやってくるとか好きじゃない人に会っちゃうっていうところで、男性は振られてしまうっていう悩みがありました。で、まあ、他にもマッチングアプリってその例えばプロフィールっていうのを登録するんですけど、写真とプロフィール文章を書くんですね。で自分の PR ポイントがやっぱ異性受けする自分の魅力って何だろうみたいなのって普通分かんないので、そこで苦戦したりとか、あと結婚と関係ない条件、例えば身長とか、はい、160センチ以下はなんかフィルターで見えないようにしちゃうみたいなそれあんまりなんか結婚と全然関係ないですよねとか、あとは、まあ、高望みでアプローチしてマッチング全くしないとか、まあ、女子でいうと年収1000万以上じゃないと嫌だとか、まあ、そういった高望みしたりとか、まあ、あと何十人と同じメッセージして疲れちゃう、ほぼ会う前の人なんて何の話したらいいか分かんないんで、大体みんな同じ話してるんですよ。どこ住んでるの、何食べ物何好きなのみたいな話をして、それを何十人とするんで、でそこまで頑張ってやっと一人会えたのに写真と違ったとか思った人じゃなかったっていうのだと、もうデートなんだけど疲れるみたいな状況が起きてしまうっていうところで、結構負がでかい、疲れちゃうっていうのがあって、やっぱり客観的視点っていうのがすごくマッチングアプリは大事だなっていうところで、ただ一人でやるんでその自分を客観視して恋愛するってめちゃめちゃ難しい話なので、まあ、そこは結構マッチングアプリ限界があるよねっていうところで、でじゃあ第三者がいる結婚相談所ってどうなのっていうところなんですけど、まあ、この結婚相談所ってこのオーネットとかセクシー娘エージェントとかマイ DJ とかってところなんですけど、結婚相談所も実際私はがその IBJ の連盟に入って相談所開業した時思ったのは、ほぼマッチングアプリになってるっていうのが現状としてあって、ちょっと分かりづらいんですけど、自分で相手探さなきゃいけないんですよ。なんか昭和のおせっかいおばちゃんみたいに、あなたたちとりあえず会ってみなさいみたいなのはやってくれなくて、とりあえず自分で一旦このデータベースから探していいと思った人教えてみたいな感じなんですよ。なんでほぼマッチングアプリと一緒、探すところまではで探して、あこの人がいいですって言って相手も OK してくれたらやっと仲人が入ってくるっていう仕組みになっていて、あんまりマッチングアプリの風が解決されてないなっていうところは結構ありました。でそのなんで紹介できないのかっていうと、まあ、その年齢のデータベースっていうのがあって、不動産情報サービスと一緒でどこの不動産屋行っても同じ不動産出てくるじゃないですか、はい、スーモでもホームズでも、それレインズっていう不動産データベースみんなつながってるんで出せるんですけど、結婚相談所もそうで、IBJ っていうデータベースにみんなつながってるから、 A 行っても B 行っても C 行っても誰どこ行っても同じ人に会えるんで、はい、なんで仲人さんの違いぐらいしかないんですよ。で、まあ、なんで仲人さんは自分の相談所の会員は分かるけど、他のデータベースに載ってる B とか C とか D の相談所の会員のことは知らないですね。だからあなたたち会いなさいとかできないんですよ。片っぽしか知らないんで、っていうところで、まあ、ちょっと結婚相談所も、まあ、そういったマッチングアプリ化しちゃってるなっていうところがありました。で、まあ、そこを解決するために人押しを作ったんですけど、人押しはもうそのマッチングアプリは全部自分でやる、で結婚相談所はお相手探しは自分でやらなきゃいけない、で人押しはそこをメインに人押しがやってあげるっていうところがサービスの特徴となってます。
で、じゃあ実際何をやってくれるかっていうと、会員さんがうちに入会してもらうと、まずは専属のマッチングプランナーっていう、はい、女性と、面談をして、でマッチングプランナーが、まあ、1時間ぐらいいろいろ話聞くんですよ。恋愛経験とか、まあ、こういう結婚の条件とか、どういった家庭にしたいかみたいなところまで全部掘り下げて聞いて、で、あ、じゃああなたに会った人はこの人ですねって言ってお見合いをセッティングしてあげるっていうサービス。はい、プランナーが、あ、じゃあそういうあなたにはこの人よって言って、もうすぐにプランナーが紹介する。で、でお見合い、まあ、顔合わせって呼んでるんですけど、顔合わせをして、でお互い良ければ連絡先交換をして、でお付き合いが真剣にお付き合いするってなったらカップル大会していただくっていうサービスになってて、でこれを全部オンラインでやってます。なんでなんか昭和のおせかばちゃんを令和版にこうアップデートしたみたいな感じのサービスになってます。はい、でまあ、面談の様子なんですけど、まあ、全部これ録画してるので、うん、ちょっとこれいろいろ隠しちゃって分かりづらいですけど、まあ、録画してるので自分の担当以外の会員さんでも録画動画を全部見てからマッチングするから、はい、担当したマッチングプランナーと同じ情報を得た上で、人となりとか喋り方とか全部理解した上でマッチングをするので、マッチング精度がかなり高いです、うん、はい。で、実際にお見合いしてる様子なんですけど、最初マッチングプランナーが入ってきて、女性はこの人です、男性はこの人ですって、じゃあお二人とも楽しんでねって言って消えるんですけど、はい、3人で最初はちょっと喋ってみたいな、うん、感じですね。でお見合いの様子もこうやって録画してるので、例えば面談と全然違う本人の様子が見えるんですよ。で特に男性に喜ばれるのはやっぱりデートで何話したらいいか分かんないとか、なんかよく分かんないけど振られちゃったのなんでみたいなところを、まあ後でマッチングプランナーが録画動画を見て、ここが良くなかったよとか、一言余計だったよみたいなことをフィードバックするようになってる。でお見合いの様子も全部見るので、回を重ねるごとにマッチングの精度が上がっていくっていうのが一個特徴としてあります。でお見合い前はこうやって紹介文をお送りしているので、うん、この紹介文を見た上でお見合いに臨むので、かなりこうなんていうんですかね、最初からいい印象を持った上でお見合いしたいとか、人となりとかがよく分かった上でお見合いができるっていうところがあります。あとは客観的視点というところをすごく大事にしているので、お見合い参加すると結果を集計してレポートを配布してあげる。見た目が何点って言われてますよとか、態度は何点ですよ、性格会話何点ですよみたいなところを全部レポートにしてあげてます。はい、でまあ、男女の年齢構成でいうと、まあ、アラサー世代がやっぱ一番多くて、学歴でいうと大卒以上が9割ぐらい占めてるっていうところですね。まあ、でも結婚願望もすごい強い方たちが多いっていう感じです。でマッチングプランナーはみんな基本副業でやられてるので、はい、なのですごい優秀なその会社の方が、はい、副業としてお仕事してもらってる、はい、大手通信キャリアのから来てる子とか、まあ、私も元リクルートなんですけど、リクルートで働きながらっていう方もいたり、まあ、あとは結婚相談婚活パーティーを運営してた会社の、はい、方とかが、副業に入ったりとかっていうところで、うん、やっぱみんな女性って本当恋バナ大好きなんで、はい、めちゃめちゃやりがいを持って働いてくれていて、多分報酬以上のお仕事を自分からやってくれて、でプランナー今24人いるんですけど、はい、プランナーのコミュニティみたいなのもできて、なんか結構その1個婚活男女向けのサービスなんですけど、はい、やっぱ女性の働きやすさとか、お子さんを産んでからも働けるし、すごいやりがいも感じるし、本業と家庭ともう1個サードプレイスじゃないですけど、はい、なんかやりがいもあるし仲間も増えるみたいなのを結構作っていくっていうのは結構大事にしてます。はい、まあ、これちょっとお客さん向けなんですけど、まあ、とにかくアドバイスもらいながら進めたいとか、人に寄り添ってほしいっていう人向けのサービスですね。まあ、料金的にはちょっと古いやつなんですけど、1万円ちょいの、まあ、割とマッチングアプリと比べたら、マッチングアプリだと女性はほぼ無料なのでと比べたらだいぶ金額としてあるんですけど、それでも女性の方がまあちょっと多くなるぐらい の, サービスになってます。はい、っていうのが一押しの紹介でした。はい、ありがとうございます。もう内容聞くだけでも全国のメンバーがですね本当に食いついてきそうな内容だったかなというふうに思います。ぜひ未婚の方はお願いします。そうですね、ぜひ
もうメンバーの中にはもうまさに、まあ、本当にこのコロナ禍っていうのもあってマッチングアプリを利用する人たちっていうのがすごく増えてきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で先ほど伊藤様もおっしゃっていたような形で なぜか女性もですねなぜか積極的にというかこういうアプリなんかを利用されるっていう人たちがすごくたくさん増えてきたんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、そういった例えば女性が今こういうものに注目しているよとかだんだんこうニーズが高まってきたっていうようなそういった情報っていうのを、まあ、一体どうやってこう取得されているのかなというふうに思うんですけどもちょっとその辺に聞かせてもらってもよろしいでしょうか。女性のニーズですか。はい、そうですね、まあ、やっぱり私メディアやってるので取材をしてたっていうところで、はい、マッチングアプリユーザーから聞いてたっていうのとあと結婚相談所を運営してたので、うん、結構もう本当に結婚相談所って20万とか払って活動するんですけどその人たちの深い話をめちゃめちゃ聞いてたっていうところと、まあ、あとはまあ、ツイッターとかを結構ずっとやってるので、はい、ツイッターの、まあ、婚活女子たちの声を聞いたりとかっていうところですね。でもやっぱコロナで出会いがないし、で合コンとかマチコンとかやってた層がマッチングアプリ入ってきてるみたいなのは結構そういった活動で収集してたので、まあ、それだったらこういうサービスいいよねみたいな感じで出てきたっていうところです。まあ、それに付け加えるとなんかそれこそリクルートさんがやっているブライダル総研さんとかみたいな結構アンケート取ったデータとかだったりとかまた上場企業 の婚活系の会社さんが出している情報をもとにその我々の思った定性的なところと定量的な結果がどんぐらいリンクしてるかとかを見てあ今こんな感じだねみたいなことを話し合ったりしてます。同じ業界の中で、ね、そうですね。でやっぱうちの持ってるデータとやっぱその各事業者様のデータと違ったりとかするので、うん、そこを見たりとか、まあ、あとはそのマッチングアプリでも今会員何人いるとかの推移を追ってたりするので、はい、あそれで今トレンドこうなんだみたいな、うん、を独自に分析してるみたいな形です。やっぱ大変参考になるかなと思います。本当に我々 JC メンバーっていうのがですね、まあ人それぞれ皆さんですね、お仕事をされているんですけども、やっぱり新聞や、まあ、テレビだったり、まあ、メディアを通じて得る情報プラスして、まあ、今おっしゃっていただいたような同じ業界の中で、まあ、同じ仕事をされている仲間同士で情報を共有するっていうところなんかはすごく大事なんじゃないかなというふうに感じました。大変参考になるお話ありがとうございます。はい、まあ、そんな中で今最もこう関心のあるトレンドだったりとかこの先ですねこのトレンドは絶対に知っておいた方がいいよっていうようななんかそんなものがあったらちょっと教えていただきたいな。もう皆さん言われてると思うんですけど、やっぱ Web3 とかメタバース、NFT の文脈は絶対やるやらないは置いといていつか来る波なので、そこはある程度なんか勉強したりとか、はい、まあちょっと触ってみるとかぐらいはやった方がいいかなと思ってます。で、特にJC のメンバーの方とかやっぱ地方の方とか多いと思うんですけど、その例えばですけど、まあ、この前社員旅行で輪島とか、うん、石川県の能登半島輪島とか行かせていただいたんですけど、まあ、そこでのこの漆器とかっていうのも例えばそのメタバース空間だったら、この漆器がまあ実際3万円だとした時にそれが例えばメタバース上に出したらもしかしたら1億円の価値になる可能性もあったりとかするのでなんかそういうふうな、そういう事例って他にあるんだっていうところをとりあえず見といてで実際自分たちのビジネスにあここだったらつながるかもしれないって言った時にもちろんなんか詐欺とかそういうふうなのもあったりするんですけど本物を見極めてちょっとずつチャレンジするっていうのはめちゃめちゃいいかなと思ってますので、まあ、なんかこれがなんか俗に言われるそのガラケーからスマホに変わったよりもっとインパクト大きいと言われてるので、まあ、もしかしたら変わらないかもしれないんですけどまあ、変わるっていう前提で一応学習しとくのはめちゃめちゃいいと思います。ありがとうございます。
なのでうちもその恋愛とかマッチングでメタバース空間使ったらどうなるかみたいなのは僕らで考えたり、空想上ですけど今のところ、はい、事業に落とし込むのは多分まだ全然先になると思うんですけど、うんうんうん、一応考えたりはしています。ありがとうございます。あの JC メンバーにはですね、本当に上は北海道、まあ、下は本当に沖縄まで、あの各都道府県に存在して、まあ、本当に2万5000人いるあのメンバー数なんですけれども、例えばそれは東京だからできるよねとか、あの大都会だからこそできるビジネスなんじゃないのかなとかっていうふうに思っている、まあ、メンバーも少なからずあの存在はしているんですよね。まあ、そういったメンバーもぶっちゃけもう正直なのビジネスチャンスはいくらでもあるよっていうところは間違いないでしょうか。そうですね、もう地方の方は逆にネタがあるみたいなところはあって、うん、はい、それこそなんか僕の友人とかでも東京でサラリーマンをした後に、まあ、日本酒が好きなんでその地方の酒蔵さんをもう買ってそこに根付いて一応そういう風なあの地元の方とよくやりながらその日本酒とかをこう世界に輸出していくとかをやったりとかもしているので、まあ、そもそも多分その地方にいる方がその連合というか、うん、そのなんか地域の強みみたいなので多分よく知られているので、まあ、それを多分外に出していくだけでもめちゃめちゃビジネスチャンスは多いなと思います。日本はすごい、地方こそすごいみたいなところがすごい、うん、あると思います。はい、ありがとうございます。はい、あのまあ、そんな中でですね、やっぱりたくさん、まあ、お仕事というかビジネスをあの行ってきたかなというふうに思うんですけども、あの現在のポジションになられたからこそ、まあ、振り返った時に例えば、まあ、2019年の、はいはい、M&A のお話があったかなと思うんですけども、はいはい、ちょっとその辺もお聞かせ願いますでしょうか。はい、まあ、ウルーマーキュービックグループにジョインする前とは後でやっぱり変わってたことといえば、やっぱその大きい会社さんの、まあ、ノウハウみたいなところもやっぱあるので、まあ、そこのところは休止させていただいたんですけど、そこからこのままじゃうちらそのなんか楽しくないよねじゃないんですけど、楽してぬるま湯だねみたいな形で、じゃあもう一回チャレンジしようと思って、人推しっていう事業と、あとはまあお花の安心っていう今ちょっとお休みしてるんですけど、を一緒に立ち上げて、で人推しの方がまあユーザーニーズありそうだねっていうところで、まあ、人推しを始めさせていただきましたと。で、何ですかね、まあ、ここに対してチャレンジングなことっていう形ですかね。そうですね、本当に今、まあ、本当先ほどのトレンドじゃないんですけども、はいはい、ずっと会社を続けていくというよりかは、はい、まあ、ある程度こう成長させて、はいはい、から、まあ、例えば売却をするというような、はいはいはい、ことなんかも、まあ、今すごくトレンドになってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、はいはい、あの M&A を、はい、まあ、経験されたからこそ感じるところとか、はい、あ、はいはいはい、なんかそれに関して言いますと、パラソルっていう会社がどうやったら大きくなるのかなみたいなところは一点ありまして、はい、で、うちだとやっぱその最初この自社サービスやるまでってやっぱメディア事業を行っていたんですけど、その自分たちでやるノウハウとかだと、まあ、ある程度頭打ちというかだし、その先人、なんか僕の好きな言葉に巨人の肩に乗ってるっていう言葉があるんですけど、はい、まあ、自分たちのやっていることってもうすでにあることにちょっとずつ足していくみたいなイメージがあるんですけど、それでもうこのメディア事業だったらそこの業界のトップってどこだっけっていう風なところで、そのキュービックさんがあのいろいろクレジットカードとか、はい、ウォーターサーバーとかそういうふうなところのメディアをされていて、はい、デジタルマーケティングのところではもう業界でトップクラスなんですけど、まあ、そこの会社さんに力を助けていただいた方が今までの事業が伸びるんじゃないかなと、まあ、うちらは恋愛のプロフェッショナルで、はい、そのメディアに関しては、まあ、トップの方なんですけど、まあ、超プロじゃないと、うん、なのでそこのところをキュービックグループさんにジョインさせていただくことによってさらに強くなってこうっていうところで、手段としての M&A っていう意味合いがある程度大きかったです。で、ただまあ、まあ、あとは個人的にもやっぱあの M&A とか IPO とかをしてみたいっていうところはやっぱりあるので、まあ、そこが掛け合わさったみたいな感じですね。で、
今新しく人押しの事業をさせていただいているものは、まあ、M&A をしたいというよりかは、まあ、本当にやれるならその事業を伸ばして、まあ、IPO を目指していけるといいなと思っています、うん、ただとはいえこの人押し自体ももう1億円ぐらい投資してきて、うん、やっぱりお金がかかるビジネスなので、じゃあそこのお金がの資金繰りのために M&A、 またもしかしたらこの人押しっていうところだけ他の会社さんで投資してくれるところに行くとかっていうのはあるかなと思います、うん、なのでM&A とか IPO みたいなのがある程度ゴールっていう風なイメージがあると思うんですけど、どっちかっていうと手段に近いか、自分たちのサービスをもっと伸ばすための手段みたいな感じがしています。ただとはいえやっぱ自分たちでやっていてももういろいろ新しいサービスインターネット出てくるので廃れていくので、廃れる前にこう伸ばすみたいな、みんなの力を借りて伸ばすみたいなのが、まあ、インターネット業界的なトレンドかなと思います。うん、ありがとうございます。まさにですね、我々全国にいる、まあ、メンバーの中には本当にサラリーマン の、 メンバーもいるんですけども、やっぱ方やまあ、お父様だったりおじい様から受け継いだ2代目3代目として今ビジネスを継続しているメンバーも多数いるんですよね、はい。まあ、そういった方々っていうのは、まあ、正直まあ、サラリーマンの方に比べて時間だったりお金だったりっていうのは今、まあ、少しゆとりがある分ですね、まあ、今のままのビジネスを守っていこうというような意識ってすごく高いところが正直あるかなというところがあってですね、今まさにおっしゃっていただいたような、まあ、インターネット業界だけじゃなくて今後ですね、やっぱりそのままではいけないんだっていうところなんかも含めて、なんかこう未来展望なんかもちょっと教えていただけたらなというふうに思うんですけども、なんか、うん、基本的には物事ってこう時代の変化があるんですけど、そのやっぱまあ、自分個人もそうなんですけど、事業もやっぱ同じかそれ以上に変化していかないで置いてかれるので、まあ何もしないっていうことは衰退していくっていうのをなんか一個持たれるといいかなと思っていて、でまあやっぱそのお父さんたちがとかお母さんとか作ったものがその時代にはあったんですけど、僕たちの時代ってちょっと違うよねっていうところを少しずつ自分たちの感性でアレンジしてもらうと、またそれが伸びていったり、で今だとやっぱその SNS とかが発達しているので、いいものはみんな紹介してくれるので、しっかりいいものを作ってしっかり伝えていくとかっていうのだけを、まあ、するだけでも多分だいぶ違った世界になるんじゃない、まあ、多分もうすでにされている方多いと思うんですけど、なのでまあなんかそこのところをちょっとチャレンジしていってほしいなとは思ってます。で、私たちの会社で言うとやっぱその人押しっていうサービスを立ち上げたいの立ち上げてるのと、あとはうちの会社のミッション的に世界一男女くっつけるって掲げているので、まあ、うちの人押しのサービスで結婚した人が、まあ、日本で世界で一番多くなればいいかなっていうところを目指してやっていきます。で、まあ、今のところ、まあ3年以内に、まあ、年間1万人、ね、成婚とか成婚できればいいなみたいなところをちょっとチャレンジングな目標を掲げてやっているので、結婚したい方いたらそうですね、まあ、今日、まあ、参加しているメンバーの中にも、まあ、中にはいらっしゃるので、ぜひこのお話を聞かせてですね、聞かせていただけたらなと思います。はい、本当に先ほどもお伝えした通りですね、全国2万5000人ほどいるメンバーがいるんですけれども、はい、パルソル様が今後ですね、今後のビジネスの取り組みに対して例えばビジネスパートナーの募集だったりだとか、その他は御社の PR も、まあ、含めてですね、お伝えしてもらうことがあれば教えていただきたいなと思うんですけども。あ、そうですね、それで言うとやっぱり人押し、はい、未婚の方とか、はい、まあ、既婚の方でも結構応援してくださってる方ってすごく多くて、知人の紹介をしていただいたりとか、はい、っていうのは結構あるので、多分うち入るとめちゃめちゃカップルになっていくというか、ので、まあ、そういったところでぜひ人押し入会
していただけるとすごく嬉しいなっていうのと、一押しをなんか知り合いにご紹介いただけるとすごく嬉しいなっていうのと、まあ、ビジネスパートナーとかでいうとやっぱりうちって未婚男女がすごくたくさんいるので、はい、まあ、そこと何か提携じゃないですけど、まあ、例えば美容室さんのにその何ていうんですか、デート前にちょっと提携して行ってもらうとか、そういったことも結構考えてたりするので、とか飲食店の方とかにまあデートの割引じゃないですけど、はい、とかみたいなことも結構今いる会員のために何かやってあげたいなと思ってるので、そういった提携とかももしできたらすごく嬉しいなという、はい、あとマッチングプランナー、あ、そうですね、マッチングプランナーも仲人の役の方、まあ、女性が9割5分ぐらいなんですけど、はい、お仕事しながらでも全然できる、副業なので、そこもすごく募集しています。はい、ありがとうございます、はい、はい、もう本当に2万5000人いるんですけども、その2万5000人のメンバー一人一人に必ずお仕事で関わっている方って一人以上はいるじゃないですか。そうするともう単純に5万人になってたりとか7万5000人になっていったりだとか、そういった形で本当に我々、まあ、JC メンバーって本当に全国各地に存在しているので、SDGs もですね、この中にもあるようにこうパートナーシップを結ぶだったりだとか、まあ、そういった形で、今後お付き合いできていければなというふうには思っております。はい、やっぱりその少子化対策されてる、うん、はい、地方の方とか、なんかそこでまあ対談とか、はい、なんかうちだとそういうふうなインターネット的なところの話だったりとかっていうのはお話できたりするんで、はい、よければ各市町村まで飛んでいきますので、はいはい、自腹で飛んでいきますので、はい、講演などありましたらお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ最後になんですけれども、まあ、この今日の動画をですね、まあ、見て全国のメンバーがですね、もっともっと挑戦したいなっていう熱い気持ちになっているメンバーがたくさんいると思うんですね。まあ、そういったメンバーに向けて、まあ、何かこう、まあ、メッセージじゃないですけど、なんかエールなんかを送っていただけるとありがたいなというふうに思うんですけど、よろしくお願いします。今回は諏訪さんにご紹介いただいて、本当に貴重な機会ありがとうございました。で、諏訪さん経由で JC のメンバーの方たちもいろいろお話とかさせていただいたりとか、なんかそれこそ京都に行った時とかにもその京都の JC メンバーの方とかもお話しさせていただいて、本当にすごい魅力的な方がとても多いですし、またあといろいろな職種でいろいろな地方で働かれてる方がいて、でなんかそこでもお話しするだけでも自分のビジネスって、あ、ここの人のこういうビジネスなんか横転というか似たようなことっていう言い方おかしいですけど、まあ、応用できるんじゃないかなっていうふうなところってとても多いと思うんですよ。なのでこの JC っていう、青年会議所さんに所属されているってことはすごくとても大きなアドバンテージだと思っていて、まあ、それをなんかフル活用しようっていう、もう多分思ってるだけでも多分結果がついてくると思うので、ぜひ皆さんと交流してビジネスに磨きをかけていただけると嬉しいと思います。僕も入りたかったですと思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、私も、はい、でもやっぱりこういったサービスを作るのって本当一人じゃできないなっていうのはめちゃくちゃ思ってまして、でなんかなんていうんですかね、普通になんかサラリーマンで起業しようってなったらなんかみんなやっぱ人脈みたいなことをすごく言うと思うんですけど、まあ、そういったのが最初からできてるっていうのはすごいことだなと思うので、もうあとはチャレンジするだけなんかないかなと、はい、思います。はい、ありがとうございます。貴重なですねお話、そして我々に向けてですの向けてのアドバイス、大変参考になりました。本当に本日は貴重なお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。